皆さんこんにちは。宅建知識を生かして、賃貸短期合格大作戦、宅建試験後に力を入れる科目とそのスケジュールはと題しまして、2021年の、賃貸不動産経営管理士の講座説明会を、させていただきます。担当はレクセン認講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では今回はですね、その2021年に賃貸不動産経営管理士の合格を目標としまして、皆様がねどういったふうに学習を進めていけばいいのか、でさらに賃貸不動産経営管理士に関しましては新法がね、新しい法律がありますので、その新法に関する、部分なんかも含めて30分程度で、ガイダンスをさせていただきます。はい、では早速ですけれども、お手元にね、こちらのレジュメがございます方はご用意いただければと思いますが、ウェブ上でもね、PDF で、ご参照いただけると思いますが、はい、こちらのレジュメのまずは1ページ目ですね。宅建試験を受験される方で、賃貸不動産経営管理士もね、今年合わせて受験をして受かってしまおうというふうに計画立ててらっしゃる方、結構多いかなと思うんですけれども、ただ宅建試験がですね、2020年、昨年と同様に年に2回の試験に、なる予定ですから、一応ね、官報によりますと10月の17日の試験日と、あとちょっと私消えますけれども、12月の19日の試験日の、2日がね、一応予定日として公告されておりますので、どちらになるかというところなんですけれども、皆様がですね、10月になるのか12月になるのかというのは、申し込み手続きが完了して少し経ちますとお知らせがね来るはずですので、そこでねご判断いただくしかないんですけれども、基本的にですよ、基本的にその10月の試験だというふうに仮定してお話をしていきますと、10月試験の場合に関しては宅建士の資格試験が10月の17日、10月の第3日曜日に行われた後、35日後に、賃貸不動産経営管理士、ここでは賃貸管理士というふうに言いますけれども、賃貸管理士の試験があるんだと。ですから、今年ねダブルで合格をしようというふうに目標を立ててらっしゃる方に関しましては、ここの部分をね、いかにその切り替えをして、宅建試験日本腰入れて10月17日迎える、10月17日終わったタイミングからいかにね、その効率よく賃貸管理士の方に移っていくかっていうのがね肝になるんですね。一応12月の場合もお出ししておきますけど、12月の場合に関してはまずは賃貸管理士の試験がありまして、そこから28日後に宅建士の試験がありますよと。ただ、どちらもね、まとめてお伝えしますと、約1ヶ月の準備期間を経て次の試験に移るという形になりますので、そこの部分をね、どのように効率よく学習進めていくのかっていうのが重要になるわけですね。続きまして2番見ていただきますと、試験の概要ですとか、受験料等々載っておりますけど、このあたりはね、基本的に皆様ご自身でご確認いただければいいかなと思うので、重要な部分だけお伝えしておきます。重要な部分としましてはこちらですね。試験の構成が50問を2時間で回答していただくと。ですから単的に言うと、だいたい1問あたり2分30秒程度、2分30秒弱で解いていく必要があると、こういうことになるわけなんですね。でちなみにこの50問を2時間で回答しますよっていう出題形式も試した食いつきのマークシート式というのは、宅建士 の、 資格試験とも同様なんですよ。ですからマークシート方式のその試した区別式の解きこなし方、解き方に関しましては、ある程度ね、宅建 の、 過去問なんかを回していただいている方に関しましてはもう慣れてらっしゃるので、すっとね賃貸管理士の方も取り組めるのではないかなというところでございます。で気になる出題範囲なんですけれども、実はね、これ宅建士と被る部分もあるんですけれども、結構ね独自のものも出てきたりするんですね。例えばですけど、管理住宅契約に関してですとか、あとは、もちろん宅建士のね試験でも出てくるんですけれども、家賃や敷金とか教育費等々の金銭の管理に関して、管理の側面ではやっぱり宅建士の資格試験ではね、あまり細かく聞かれない部分がありますので、そのあたりをねしっかり入れていかなければなりませんし、特に重要な部分で言いますと2番の
その賃貸住宅の維持保全、維持保全っていうのがじゃあどういうものを具体的に指しているのかっていうところなんかは、あの賃貸管理士、まあ、特有の事項になりますのでしっかり入れていっていただきたいというところでございます。で、皆様がねやっぱり気になるの難易度が気になると思うんですけれども、見ていただきますと1ページの一番下にですね、あの昨年の試験までの、まあ、直近の、ね、5年間の受験者等のデータが、掲載されておりますけれども、あの年々ですねやっぱり合格率下がってきている、まあ、軟化しているというところで、まあ、ただまあ、もちろん、ね、あのこの辺は注目していただきたいんですけど、着目すべき点としてはやっぱりこのあたりも、ね、見ていただきたいんですね。何かというとやっぱりあの注目されている資格ですから、今ね一番まあホットな資格といいますか、受験する方がどんどん増えてきている試験ですから、今後もねここのあたりは増えてくる可能性が高いですし、やっぱりね国家資格化しますから高いですし、このあたりもねどん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 より難しくなってくるんじゃないかなというのがこのあたりでね伺い知ることができますね。でしかもですね、一昨年までは40点、合計で40点の試験だったものが昨年から50点満点の試験になりましたので、やっぱりこのあたりもね宅建士の資格試験に足並みを揃えてきているというところが、まあ、ここで読み取れますね。また宅建以外でもそうですね、管理業務主任者ですとかマンション管理士なんかもね同じような形式になっておりますけれども、まあ、それと同じになってきているということでございます。はい、では続きまして少し進んでいただきまして2ページ、はい、ここからがね、まあ、重要なんですけれども、超短期、科目別の得点戦略としまして、あの何が言いたいかっていうと、今年皆様は今ねこちらをご視聴いただいている方は宅建も取って賃貸管理士も取ってというふうにあのダブルで取りたい、あるいはもしかしたら、まあ、昨年なんかにね宅建合格していて、まあ、今年はじゃあ賃貸管理士取るかっていうふうに考えられている方だと思うんですけれども、基本的にはあの今回のガイダンスはある程度宅建の知識がある方のためにあのお話をさせていただきます。でそうすると基本的にあの宅建士の資格試験を受けるにあたって学習をしてきたところに関しては、まあ、重ねて勉強する必要がないんだと、まあ、そういう話になると。で具体的に言うと賃貸借契約に関しましてはもう宅建士の資格試験でしっかり勉強しているところになりますので、まあ、もちろんねあの若干こう言い回しが異なる部分も中にはあったりするので一切ね過去問をやらなくていいというわけではないんですけれども、インプットとしてはもうしっかりとね皆様の中にはもう知識として定着しているはずですから、このあたりはねもう軽く見る程度で大丈夫だと。でさらに不動産登記法、不動産登記法に関しましてもあの宅建士の試験である程度対策をしていただいているのであればもうそれで十分対応できますので、まあ、そこくらいで大丈夫ですと。でここからなんですけれども、登録制度系に関しまして、賃貸管理の、ね、意義とか役割に関しては、まあ、不動産業っていう観点ではある程度ね宅建の勉強している上で基礎知識ができていると思うので、まあ、そこにね軽く肉付けをしていただく程度で問題がないと。でこのあたりなんですけれども、賃貸住宅管理業の登録制度はあのもちろん宅建業法とは全く別の話をしているものの、ただその登録の要件なんかに関しては宅建業法とねかなりあの共通項があると、まあ、似ている、まあ、ほぼ同じ部分もありますので、そのあたりをねいち早くあのテキストでパーッと見ていただいて、あこれは宅建でやったよなと、あもう覚えてるって、まあ、ほぼ同じだなというふうにあの、まあ、軽く、ね、チェックをしていただく程度で、まあ、差し支えないかなというふうに思っております。で最後5に、賃貸不動産経営管理士に関しましても、まあ、同じくね似通ったあの共通項がありまして、宅建士、宅地建物取引士に関するいろいろなねルールですとか、あとは登録におけるいろ、まあ、んな要件とかがあったと思いますけれども、そのあたりとね、まあ、比較していただきまして、まあ、ほぼ同じだなというふうに確認していただく程度で、まあ、ある程度ねこのあたりに関してはあの重ねての勉強がいらないと。でそうするとあの一般にですけど宅建の知識がない方が、まあ、例えばですけど10時間20時間かけてインプットをしなければならないところを、まあ、完全にカットできる可能性がありますので、まあ、かなりねあの短期間で合格を狙える、まあ、状態だというふうに言えるわけですね。で少し進んでいただきまして、さらに、ね、3ページも続いているんですけれども、はい3ページ、はい3ページですね。賃貸管理の業務系としまして、まあ、いろいろと、ね、載ってはいるんですけれども、あの特に、ね宅建士の試験と、まあ、共通項があるところでいうと入居者の募集、まあ、つまりあの貸借の媒介なんか
で、あの宅建業法ではね、賃貸の募集をね、宅建業者が出しますよっていうところも触れたりしていますけれども、そのあたりでね、まあ、かなり似通ってる部分がありますので、ここはね、もう本当に軽く見ていただく程度で、まあ、あの対策としては十分だと思います。で、他に言うのであれば、まあ、税法に関してもね、ある程度あの宅建士の資格試験の対策として、まあ、やっている部分になりますので、まあ、ここも、ね、軽く見ていただく程度で対処できるはずですね。で、法令に関してですけれども、まあ、建築とか設備系の法令に関しては、都市計画法、建築基準法なんかは、まあ、あの宅建士 の、ね、あの試験対策でやっていると思うんですけれども、まあ、基本的な、ね、今の時点で その賃貸管理士の試験でいうと、基本事項がまあ出てるくらいの話なので、まあ、ここにも書いてありますけど、まあ、基本レベルの問題ばっかり、ね、あの出題されていますので、まあ、さあと過去問を、ね、まあ、1週だとちょっと足りないので、2週3週はしっかりやっていただきまして、で宅建の、ね、知識忘れてないかなっていうのを確認していただく程度で、まあ、もうここに書いてありますけど、サクッと、ね、合格がまあできると。で、目標点数34点以上っていうのは、何を根拠に34点以上って言ってるんだっていう話なんですが、皆さんそのページのままでいいです。まあ、これはね、あのもう本当に昨年のね、点数が34点で合格基準点になっていたからっていう話なんですけど、まあ、ただ34点を狙うと、だいたい1問2問ケアレスミスをしてしまうところがあると思うので、まあ、皆様 の目標点数としては、まあ、36点37点くらいを目指していただいて、で土壇場の、ね、本試験で何が起こるかわからないですから、例えばちょっと、ね、読み間違えちゃって丸を探すはずが×を探しちゃったですとか、まあ、逆もしかりで、個数数えるのも、ね、なんかちょっと勘違いしちゃって変な数数えちゃったとかも、中には、ね、個数問題なんかだとあったりするので、そういう、まあ、ミスをしてしまうことも想定して、で合計として、まあ、34点ないしは35点くらい取れたら、もう倍ないなと、まあ、安心だなというふうに言えるかなというような、ね、目標点数でございます。まあ、ただ昨年の、ね、点数を根拠に言うのであれば、まあ、このような形で学習を進めていっていただければ、2ページ3ページにわたって得点戦略と載っておりますけれども、まあ、およそ、ね、合格できるだけ の得点は取れるはずなんですね。得点できるはずだというふうに、まあ、考えているわけでございます。で、続きまして、この4ページで、ここから宅建業法と、賃貸住宅管理業法、まあ、要はね、宅地建物取引業法、賃貸住宅管理業法の、まあ、用語ですとか、あとはまあ細かな違いなんかを確認していきますが、まずね、宅建業法だと宅地建物取引業と、宅地建物取引士なんかがありますけど、賃貸住宅管理業法だと、まあ、このような形でね、例えば賃貸住宅管理業者とか業務管理者とか、あとはね、今一緒に今ガイダンスをさせていただいております、賃貸不動産経営管理士で、そこで言うんだったらね、まあ、宅建業法ちょっと追加してもいいかなと思うんですけど、まあ、何かというと、あ、別にわざわざ書くまでもないんですけど、宅建業者、宅建業者っていうのが、まあ、すなわち賃貸住宅管理業者との、まあ、対になるとは言わないですけど、比較対象に、ね、なる部分はあると思うので、まあ、そのあたりだけね、ちょっと押さえておいていただくと、まあ、いいかなというところですね。で、その宅建業者に必要な宅地建物取引士と、賃貸住宅管理業者に、まあ、必要となる、賃貸不動産経営管理士なんかが、まあ、割とね、似通っている部分がありまして、例えば登録の要件ですとか、あとはね、住設や、まあ、あとは契約書面で、こっちも住設や契約書面なんかのね、やらないといけないことが、まあ、一部似通ってる部分がありますので、このあたりもね、合わせて確認していただくと対処しやすいのかなというところですね。で、続きまして3番、その業者と業者、同じく業者ですね、まあ、先ほどね、ここにちょっと追加させていただきましたけれども、その宅建業者と賃貸住宅管理業者が、じゃあ何をしていてどう違うのかっていう話で、実はね、免許制度なのか登録制度なのかっていう点がね、一部違うんですけれども、ただその登録の要件なんかに関してはある程度ね、似通ってる部分がありますので、そのあたりはね、ぜひ宅建の知識をそのまま生かしていただきたいなというところですね。で、最後に4番ですけれども、宅建業法特有のテーマと、その特定賃貸借契約
まあ、特定賃貸借契約っていうのが出てくるんですけれども、まあ、例えばねサブリースなんかが代表的ですねの適正化のための措置なんかもね割とに似通ってる部分があったりしますので、まあ、例えばですけどその誇大広告の禁止って広告等に関する制限のところでね宅建業法でも出てきますのでこのあたりもねある程度省略できる部分かなというところです。ちなみにここでいうところのその特定賃貸借契約なんかをちょっとね図で表現しますとその賃貸借契約におけるその賃貸住宅の管理って実は2つの方式があるというふうに考えられていてまず1つ目が管理受託方式。管理受託方式っていうのは、まあ、私もね実際に管理いくつかやってるんですけれども、まあ、不動産のね仕事してますのでもちろんね取り扱ってはいるんですけれども貸主これね私はオーナーって言いますね。実務だとこれオーナーさんっていうふうにさん付けでね言っていてで賃借人のことを借主さんっていうふうに、まあ、賃貸業界だとねさん付けで呼ぶ文化があったりするんですけど借主とか貸主とか言ってるとちょっとね乱暴な印象があるから借主さん貸主さんっていうふうに言ったりしてるんですけどそのまあオーナーと賃借人借主との間の賃貸借契約を結んでいる時にそのオーナーに代わってその賃貸物件の管理をね受託してやるんだとでこれがその管理受託方式、まあ、委託を受けてるってことですね。で次にサブリース方式っていうのもありましてサブリースはねなんとなくイメージ湧くと思うんですけれどもその大元のねこれ現賃貸借契約とか言ったりするんですけれどもこのサブリース契約をする上での大元の契約これがマスターリース契約っていうんですけどこれが特定賃貸借契約なんだと、まあ、つまり特定賃貸借契約っていうのはこれ何なのっていうとそのサブリースをする上での大元の契約のことをこれ指していると。でなぜこれを特定賃貸借契約っていうふうに言ってるかというと本来これまでのね考え方だと、まあ、業者がサブリース業者が賃貸借契約締結しますよっていうとこの人が借主の立場になるんだと。で借主の立場になるということは、まあ、借地借家法という法律があったりするんですけれどもその建物の賃貸借契約を結びますよっていう場合にはその借主を保護しましょうみたいな、まあ、規定があると。でそうすると、まあ、業者がねお仕事としてこれを借りてさらにそれを転貸しますよっていう話なんですけれどもやっぱりねちょっとこっちの方が力が強かったり、まあ、あるいはそのここ間での契約でねやっぱりこっちが知識が豊富ですから、まあ、ある程度好き勝手やってしまうと、まあ、ちょっとね今ざっくり言ってますけれどもまあ、そういった状況がありましたので今回のそのルールとしましてはこちらのマスターリースに関しても特定賃貸借契約という形にして、まあ、一定のね措置を加えたんだと。でもちろんサブリースを行う場合に関しても、まあ、これね基本的には自ら転貸だから宅建業法上の取引に該当しないのでこれまでだとその法律上の規制が特段、まあ、なかったと。業者としての規制はなかったんですけれどもこっちも、まあ、転貸借契約として制限を加えていこうと、まあ、こういうことを言ってるわけなんですね。でこれらのその2つの方式を、まあ、合わせて賃貸住宅の管理というふうに言っているわけでございます。でそれが、まあ、ある程度入ってる状態でちょっとね比較していきたいものがあるんですけれども6ページにお進みください。で6ページに宅建士の2020年のねこれ12月なんですけれども12月に出題されている本試験とでさらに皆さんね6ページのままでいいです。さらにこの7ページに賃貸管理士の本試験の、まあ、昨年のね本試験の問いの11をこれね比較してお出ししているんですけれどもちょっとね一緒に見ていきましょう。まず6ページの宅建士の本試験から見ていきたいのですが、まあ、下にね回答も載っておりますが今回のは誤っているものを探してくださいと。でちなみにこれはね1個試験対策上のまあアドバイスとしてなんですけれども誤っているものを探してくださいとかあるいは正しいものを探してくださいっていうふうにね結構まあ指定が入るわけですよね。でその指定が入った時に、まあ、できればなんですけれどもそのね問題文のところに誤っているものだったらもう×の印をつけていただく。で正しいものを探してくださいだったらこう丸の印をつける。これねちょっとね徹底していただきたいんですね。なぜなら多分ね皆さんも過去問解いていて1回か2回はご経験あるんじゃないかなと思うんですけど丸を探すつもりになっちゃってて回答してみたらよくよく見ると誤ってるものを探してくれっていうふうに言われてたみたいなご経験ありません？で、勘違いしてたわ。で、なんで間違ったんだろうとずっと丸を解いてたからもう頭が丸解く気持ちになっちゃってたな考え方になっちゃってたなっていう経験多分ね何回か皆さんあるはずなんですよ。でそれ本試験でやらないっていう保証はないのでいや絶対やらないよって思ってる方も
本試験はね結構、まあ、通常ではない精神状態になりますから、結構ね皆さん無意識的に緊張しちゃってたりとかして、いつもだったら受かってたのに、いつもだったら解けたのにっていう風に本来の力をね発揮できない可能性もあるんですね。だから、ね、ちょっと印つけていただくと、目の前にチラ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 ×なら×で印見えてますし、丸なら丸でね目に入ってくるので、それ間違いにくくなります。でこういう風にね印つけていただいた上で、ちょっとね確認したいのが、×のものがこれ1番なんですよ。で2番3番4番は、まあ、丸の足になるわけですけれども、このね1番の内容をまず確認しますと、合意解除をしましたよと、でその合意解除しましたよっていう場合に、この天体が起こってるんだと。で天体が起こってる時に、その天赦人に対して合意解除したことを対抗することできないのかっていう話で、まず原則からいきましょう。原則からいくと、ちょっとねページを進めていただきたいんですが、まず原則の知識としては、ページ数がねちょっとここ何ページっていうのが具体的な記載がないんですけれども、すいませんね、まず8ページ9ページ10ページ11ページ頃かな、おそらく11ページあたりなんですけれども、見ていただきますと、レックの賃貸不動産経営管理士の2021年版の講義録よりっていうところの、その講義録の3ページ目講義録の4ページ目か講義録の4ページ目講義録の4ページ目見ていただきますと、 C 現賃貸人と賃借人とが現賃貸借契約を合意解除しますよっていう場合の、その合意解除についてというのがありますよね。で見ていただきますと、その現賃貸借契約と転貸借契約の関係として、さっきの問題でいくと、A さんと B さんだからこれですね、皆さんこれ書かなくていいですけど、 A さんと B さんとの間の賃貸借契約がこれ現賃貸借契約で、それを C さんにさらに貸しますよってことなので、これが転貸借契約だと。まあ、ちょっとカタカナで言うとマスターリース契約、特定賃貸借契約と転貸借契約、サブリース契約になるというわけなんですけれども、この時に合意解除を AB 間でしましたよっていう場合は、原則はですよ、原則は転借人には対抗できないんだと。ところが債務不履行による契約の解除の場合には、じゃあどうなりますかというと、この解除の場合には転借人に対して A さん、現賃貸人の A さんは出てけっていうふうに対抗ができるんだと、まあ、こういう話があるんだと。でちょっと戻っていただきまして、6ページはい、6ページで、これは今宅建士の問題なんですけれども、宅建士の問題を見ると、この合意解除した場合、まあ、基本的には C さんには対抗ができませんよっていうのは原則なんですよ。ところがここ契約の当時 B さんの債務不履行による解除権を有していたとしてもと、つまり合意解除で契約は結論終わったんだけれども、ただじゃあどうなのっていうと、ただもうすでにその時に債務不履行による解除権っていうのを A さんが持ってたんだと。だから B さんが、現賃借人の B さんが賃料 の, 支払いを滞ってたりしてるんだと。そしたらその債務不履行による解除をすることができるよねっていう話になるので、たとえ合意解除した場合だったとしても、その解除権、債務不履行による解除権を有してた時には、なんと対抗することができるんですよっていう話がね実はあるんだと。まあ、細かくはねこのあたりの解説にも載っておりますので、ご参照いただければと思いますが、こんな感じのね実はルールがあったりするんですね。でそれと合わせて、じゃあ今度少しと言いますか、この7ページはい、7ページ見ていただきまして、賃貸管理士の本試験で、またね同じく A さんが B さんに賃貸して、で C さんに転貸してますよっていう話で、同じような、ね、状況の問題が出てるんだと。で AB 間のその現賃貸借契約の終了に関して、今度は正しいものを探してくださいという問題で、正しいものはこれ3番が正解になるわけですが、これもね見ていきますと、その現賃貸借契約の終了に関してっていうことなので、その先ほどねご紹介しました宅建士のその本試験と同じような観点からの出題が、まあ、起こってるわけなんだと。でそうしますと、まあ、このあたり見ていきます。じゃあ例えば選択肢の2番なんかを見ると、その B さんの賃料の滞納理由に現賃貸借契約解除しましたって言ってると。で解除したらじゃあどうなるんだっけっていうと、先ほどやりましたけれども、
皆さんね、その、 あの7ページのままでいいです。先ほど見た通り、債務不履行による契約の解除の場合は A さんは C さんに対して出てけっていうふうに言えるんですよね。だからそうすると2番見ると、 A さんは建物の明け渡し請求することできないというのは、これもおかしいだろうっていうふうに判断できると。でちょっとね、正解誌もねちょっと確認しておきますが、これね期間満了で終了するんだって言ってると。で期間満了で終了しますよっていう場合は、じゃあどういうルールなのかと言いますと、はい、先ほどのね講義録の、すいません、なんかここにねページがちょっと載ってなくてあれなんですけど、おそらくページ数で言うと11ページ目で、その講義録の抜粋の4ページ目です。講義録の抜粋の4ページ目見ていただきますと、これは期間満了で終了しますと。期間満了で終了しますよっていう場合は、 A さんは C さんに通知をしないと C さんに対抗できないんですよと。で通知されてから6ヶ月経過すると契約は終わりますよっていう話があるんだと。でそうすると、じゃあ何なのかっていうと、はい、戻って7ページ、期間満了で契約が終了しますよっていう場合には、その A さん、現賃貸人が C さん、転借人に対して現賃貸借契約が終了する旨を通知した日から6ヶ月を経過した時は明け渡しを請求できますよね。ということで、まあ、つまり何が言いたいのかと言いますと、まとめると宅建士の資格試験の対策で覚えていただいている、その賃貸借、まあその中でも特に転貸借がある場合の転借人に対しての対抗ですとか、転借人とその現賃貸借契約の終了との関係性なんかをしっかり覚えていれば、ある程度ねこの辺は、まあ、実は簡単に解けちゃうんですよと、まあ、こういうことになるわけなんですね。でそこまでねご理解いただけたところで、ちょっとね講義録をいくつかご紹介しておこうと思うんですけれども、先ほどね講義録の4ページ目はご紹介しましたが、あのレックのですね、まあ、講義録結構見やすく、自画自賛みたいな感じになっちゃいますけど、結構ね見やすくなってるなと個人的に思っておりまして、あのまず分かりやすくね、その A さん B さん C さんなんかの図もあの豊富に載っておりますし、やっぱりね文章、あもしかしたらね文章を読むの好きっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、文章を読むの好きな方、読んでも覚えてるかって言うと、またそれはちょっと違うんじゃないですかと。あの私もね結構読むのは好きなんですけど、でも覚えてるかっていうと、文章を読むことでイコールあのダイレクトに暗記につながるかっていうと、それはちょっと遠回り、もちろんね覚えないとは言わないですけど若干遠回りなんだと。でその文章を、まあ、結局のところこれも読んでかないといけないんですけど、暗記するために、あの効率よく見ていくためにはどうすればいいのかっていうと、やっぱりね重要な部分なんかは表にしてまとまっている。で特に注意していただきたいところ、ワンポイントなんかのような形でね抜粋してくれていないと、あのずらずらっと続いているとね、覚えたくてもどこ覚えていいか分かんなくなっちゃうんですね。でその点で言うと、まあ、講義録ねささっとご紹介しますけど、あの各セクションごとにね重要な部分なんかを抜粋していますし、あの細かいな、ね、ポイントなんかも太字でね、あのしっかりと、まあ、浮き彫りにしてくれているので、ある程度ねこれは読みやすくて覚えやすいんじゃないかなと思います。まあ、ただあの重ね重ねになりますけれども、今ねお見せしている内容に関しては、宅建のねあの知識がある方はある程度は対策できるところになりますので、まあ強いて言うのであれば、講義録の163ページのところ、講義録の163ページのところなんかだと、その現賃貸人と特定の、転貸事業者との関係なんかに関してはちょっとね言い回しも異なりますし、あの転借人の方がね履行の補助者っていう風に呼ばれたりしますよというところなんかも、宅建試験だとねちょっと細かくはやっていない部分になりますので、そのあたりをね一度確認していただければ、まあここは問題ないかなと思います。で最後に、まあ、重要になるのが何かというと、もう一問ねちょっとご紹介しておきたいところがあるんですが、はい、問題のねご紹介としては最後になりますが、12ページの6番、あの要は新法ができているので、その新法のね内容もある程度模擬試験形式でね、まあ、予想問題を、まあ、皆さんある程度解いておいていただきたいんですよ。で解いていただかないと、やっぱりねこれって知らなかったっていう風になってしまいますし、宅建のね勉強ではこれは正直出てこない部分になるので、そこに関してはね、あのぜひ模擬試験なんかも積極的に活用していただきまして、あのいずれかのねあの予想問題解いておかないと、土壇場で出てきた時に、ああこういう言い回しでやっぱり新法って出てくるんだとかって、当日分かってもちょっとね対策できない可能性があるので、ちょっとね
あらかじめご紹介しておきますよ。まず今回の場合、賃貸住宅管理業法からの出題ですから、正直まだこれ初めて出てくるわけですよ。だから予想問題になるんですけれども、まあ、一応適切なものと不適切なものっていうので、不適切なものを探してくれということだと。で、不適切なのはこれ2番が不適切な、2番が不適切なものになりますが、まあ、これ見ていきますと、その勧誘者っていう方が登場してるんだと。で、勧誘者っていうのはじゃあどういうポジションになるのかという話で、ですね、ちょっとお見せしておきますが、そうですね、先ほどねご紹介した5ページで、賃貸住宅管理の2つの方式というところでね、あえてちょっと飛ばしてたんですけど、サブリース方式のところにほら勧誘者っていうのが出てきてると。で、この勧誘者っていうのがどういう方なのかっていう話なんですが、もしかしたらね、土地とかをお持ちの方はご経験があるかもしれないんですけど、例えばコンサルやってますみたいな方とか、あるいは建設業者の方とかが賃貸住宅を建てて、どこぞのサブリース業者にそれを一棟で貸して、まあ、収益得たらいいんじゃないですかみたいな感じでね、勧誘をしてくる方がいると。で、この勧誘者に関しても新法では、まあ、制限加えていきましょうねっていうふうに言ってるわけなんですね。で、そうするとこの勧誘者が、誇大広告とか、あるいは不当な勧誘のに違反しましたって言ってると。で、その場合、実はですけれども、その勧誘を行わせていた事業者がいて、それが特定転貸借事業者がちょっと勧誘してきてよみたいな感じでね、まあ、タイアップを組んでやってたりするケースがあると。じゃあそっちはその処分の対象とはならないのかっていうと、勧誘者がやっちゃった場合、結局のところそれの、まあ、元締めっていうとあれですけど、大元のその転貸をやろうとしてた事業者そのものに対しても処分が下る可能性があるので、まあ、対象になるよということで、これ不適切な内容になるんですね。で、それに関してはさすがにね、ちょっと細かく講義をしていっちゃうと時間が何時間ってもちょっと足りなくなってしまうので、軽くご紹介する程度にしておきますが、講義録のまた見本のところの講義録の169ページなんか見ていただきますと、勧誘者に対する規制というところでね、勧誘者ってそもそもまあどういう方なのですとか、そのあたりもね載っておりますし、さらにそのサブリースのね事業に対してのガイドラインなんかもありまして、そのガイドラインによると、その勧誘者との具体例なんかもねここら辺載ってると。まあ、例えばですけど、ファイナンシャルプランナーとか、あと私邪魔ですね、ファイナンシャルプランナーとかコンサルタントとの個人なんかが、まあ、そのサブリースをね、どうですかっていうふうに、まあ、斡旋したりすると、進めたりする場合、これ勧誘者っていうふうに言われるんだと、まあ、こういうふうに言ってるわけなんですね。だからこのあたりに関してはね、やっぱり新しい法律ができているわけですから、そこの部分はね、特に宅建の知識がある方、ある程度学習時間取れるはずなので、この辺を優先的にやっていっていただくとよろしいかなと思います。で、ガイダンスの、締めくくりとしまして、最後16ページ7番、宅建試験後の超短期、合格スケジュールを立てましょうということで、まずね、10月の試験の方と12月の試験の方で分かれているんですけれども、まあ、いずれにせよやっていただきたい点としては、インプットをね、ある程度確認していただいたら、ね、とにかく過去問やっていっていただきたいんですね。ですから今回ね、10月をベースにお話しますけれども、まあ、過去問1回目をやっていただきつつ、予想問題集がねありますので、それは本当に予想問題集やっといた方がいいと思います。特にね、新しい法律できている以上はどういう形で出るかっていうのはある程度ねご自身で馴染ませておいていただきたいので、ぜひねちょっとご活用いただきたいなっていうところでございます。で、11月のね3日に賃貸管理士の全国の公開模試がございますので、まあ、そのあたりもねいい練習になりますので、ぜひ受験してみていただくとよろしいかなというふうに思います。はい、皆さんがね10月になるか12月になるかっていうのがねちょっと決まっていないとなかなか取っかかりにくいっていうふうに考えられている方いるかもしれないんですけれども、まずはね宅建を今年受けると、賃貸管理士も受けるっていう方は、まずはね確定するまでの間、宅建のね基礎知識を入れていっていただきまして、で、日程が確定したタイミングでね、この今提示させていただいているスケジュールに合わせて学習進めていただければなというふうに思います。はい、では、今回の、ガイダンスは以上とさせていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。